皆さんこんにちは、まままです。今回は令和2年保育士試験後期造形をやってみたいと思います。試験を控えている方、試験を受けようかと考えている方々の参考になればいいなと思っております。この動画では実際に試験を受けているように撮影し、その様子を見ながら私まままが過去に受けた試験の印象を踏まえお話ししていきます。あくまでも私個人の感想意見ですのでご了承ください。画面上試験は始まっていますが、最初の5分は問題を読むためほとんど動きません。この時間を使ってまず実際に取り組んだ対策や個人的な試験の決め事をお話しいたします。まず解答用紙は A4 のコピー用紙を正方形に折って作りました。次に1日1問1枚試験時間の45分を想定して書き上げる練習をしました。書き終えたら絵を見直して自己評価をします。合計約1時間の対策を2週間ほど続けました。そして色鉛筆は12色で挑むと決断しました。理由として練習段階で12色以上あっても使い切れなかったからです。実際に書いて自分は思った以上に色使いが苦手だということが分かりました。必要以上に用意しても何を使うか迷ってしまうので、この判断に至りました。ただ色鉛筆は多めに用意した方が無難かと思います。理由として試験に向かう時や書いている最中に鉛筆が折れてしまったり、何らかの不慮の出来事が起きたりする可能性があるからです。それから消しゴムは使いませんでした。使うとしても最後の見直しの時だけにしました。では最後に40分で書き上げ、5分は見直しをすることにしました。それに伴い試験の時間配分を5つの工程に分けました。1つ問題を読む5分、2つ下書きをする10分、3つペン入れをする10分、4つ色塗りをする15分、最後に残りの5分で見直して5つの工程合計45分となります。練習の時からこの40分で書き上げるを特に意識して取り組むことで試験に余裕を持って臨めると考えたからです。私はこのプランを守れるように自身に課題を出し取り組みました。それでは問題を見ていきます。先ほどもお話ししましたが、まず開始5分は問題をよく読み、保育の状況をしっかりとイメージして構図を練ります。この間解答用紙には触れませんでした。問題用紙のキーワードに丸や印をつけたり、簡単に絵を描いたりしました。キーワードは私の場合5W1H で探しました。どこで誰が何をなぜいつどのようにを意識すると見落とすことなくキーワードを拾っていけると思います。今回の場合どこででは H 保育所の5歳児クラスの保育室ですね。次に誰がですが、保育士1名以上と5歳児クラスの子どもたち3名以上となります。そして何をですが、保育士としてはここでは紙芝居を読んでいる姿ではないのですね。紙芝居を始めるため子どもたちに声かけをしているところですね。子どもたちとしてはそれに応じて紙芝居を見ようとワクワクして集まってきたというところでしょうか。この何をにつなげてなぜを見ていくと、保育士としては声かけをする理由として子どもたちに紙芝居を読み聞かせるため、子どもたちとしてはワクワクする集まってくる理由は紙芝居が見たい聞きたいから、あるいは先生の声かけに反応したからとそれぞれ考えられます。最後のどのようにですが、これは回答者の皆様がこの事例の様子をどのように表現するかということでしょう。それでは
5分経ちましたので、2つ目の工程、下書きをしていきます。まず、黄色を使って保育室のサイズ感と大体の消失点を決めます。これを最初に設定した方が、人物も背景も書きやすいのではないかと思います。私は下書きが最も重要だと思います。理由として、次以降に行うペン入れ、色塗りではその作業にひたすらに取り組んだ方が効率的だと思うからです。しっかりと下書きを入れることで迷うことが少なくなります。そして最初の5分で練った構図をすぐに確実に写します。時間が経つとどうしても忘れてしまいます。思い出すことに時間を取られたくありません。何よりも初めて読んだ問題文の印象を大切にします。鉛筆の色は薄だいだいを使用して気持ち薄めに引いていきます。薄だいだいなら黒と違い、完成後に下書きとして目立つことはありません。書く順番として、手前のものから書いた方が絵全体の仕上がりが綺麗になると思いますので、人物、背景の順に書いていきます。ただ、人物の顔は細かく下書きしませんでした。理由は、顔を最初に書いてしまうと、他の人物や背景と合わなくなってしまうかもしれないからです。例えば、保育士と目が合うように子供の絵を描こうとしたら、顔を描く位置がずれてしまった、あるいは顔の角度が曲がってしまったということがあるかと思います。なので、先に体を下書きしてしまう。その方が顔も描きやすいと思います。自分の場合は、背景を含めすべて下書きしたら、顔は下書きせずに直接ペン入れをしました。ただ、あくまで私個人の意見ですので、ご参考までにお願いいたします。それでは、しばらく下書きをしている様子を見ていきましょう。今、中央に女の子を描いてますね。次に右下に男の子を描きました。集まっている姿ということなので、座って待っている男の子がいてもいいかなと思い、描いてみました。そして右上にもう一人男の子を描きます。先生の声かけに気づいた男の子がこっち先生の方に来るというようなシチュエーションを目指して描いてみました。なるべく動きのある絵を描きたかったので、離れたところから向かってくる様子を描こうとしました。保育士1名、子ども3名描き終わったので、背景に移りましたね。保育室にあるものを想像しながら描きました。
ここに本棚を書いたんですけれども、書くか非常に迷いました。まあ後で見てもらうと分かるんですけれども、時間がだいぶギリギリになってしまいました。ただせっかくなんで、まあ、保育室の様子をより細かく描けたらいいなと思って描きました。コピー用紙だとちょっと描きにくいですね。消失点に向かう線を描いてますね。その延長で本棚を描きました。保育室内に貼られている絵を描いてますね。そして窓から見える外の景色を描いてます。それでは下書きが終わったようなので、3つ目のペン入れをしていきます。使う鉛筆は茶色です。下書きの際にお話ししましたが、書き入れてなかった顔をペン入れしています。本当は、まあ、顔も下書きした方が良いのかと思うんですけれども、時間がっていうところを考えた時に、まあ、こういうふうに下書きなしでやるというふうに決めました。まずは先生を書いてますね。次に女の子ですね。
そして男の子ですね。女の子2人、男の子1人でもいいかなとも思ったんですけど、まあ、保育士先生が女性なので、男の子2人の方がバランスいいのかなと思って書きました。最後にもう一人男の子ですね。集まってくるということなので、まあ、体、腕、手が少し半分切れてるぐらいのところを書きました。でも、どうなんですかね。全部書いた方が良かったんですかね。人物のペン入れが終わったので、背景のペン入れに移ってます。収納の棚、収納のボックスですね。保育室の壁に貼られている絵を描きました。窓を描いてますね。あ、右側のカーテン描き忘れてますね。先ほど少し触れた本棚を書いてますね。
消失点の線を描いてますね、床に。床の線はやっぱりあるとないとではだいぶ部屋の印象が変わってくるんではないかと思います。貼られている絵にもう一度ペンを入れてますね。5歳児クラスなので、やっぱ5歳児クラスの子供たちが描くような絵を描いておきたいですよね。あ、カーテン思い出して描きました。それではペン入れが終わったようなので色塗りですね。塗る順番ですが、薄い色、薄く塗る箇所から塗っていきます。その次に明るい色を塗って、最後に黒や茶色、暗い色を塗っていきます。あらかじめ色鉛筆を薄い順、明るい順とか、ご自身で決めて使う順番のように並べておくと本番当日やりやすいのではないかなと思います。ここでは問題文にもあるように枠内全体を色鉛筆で着彩していきます。塗り忘れのないように色を入れていきます。ただ最初にお伝えしておきます。色塗りにだいぶ時間がかかってしまいました。なので最後の見直しはなく色塗りでおしまいです。一番最初に使った色は薄橙色ですね。男の子の手が気になってるようですね。薄橙色を一通り塗り終わったら、次に黄色に移りました。黄色を一旦やめて、本棚の本を書いてますね。ここでだいぶ時間がかかりましたね。で、黄色に戻りました。お部屋全体塗らなかったところを黄色で塗ります。お部屋全体を黄色で塗る傍ら、黄色いもの他にあったら塗っていきます。一番最初にお花に黄色で色を塗りましたね。
床を塗るときは消失点の線があるので、それに沿った形で塗っていくとより立体感が出るのではないかなと思います。塗っているところとそのように塗ってないところがありますね。最後、本に黄色く塗ってますね。先ほどのペン入れの段階で茶色で描いておけばもっと早くできたかもしれないですね。続いては黄緑色ですね。男の子のお洋服塗ってますね。窓の外にある草ですね。これペン入れしてないですね。草と木ですね。車のところにも色を塗りましたね。続いて水色ですね。女の子のスカートを塗ってますね。私としてはこのようにペン入れをすべて終わってから色を変えながら、その色ですべて塗り終わって次の色、その色で塗り終わって次の色というような形で実際試験も受けました。1箇所ずつ塗っていった方が確実だとは思うんですけれど、こちらの方が早いんではないかなと思って、このように塗っていきました。ただ本当に塗り忘れだけには気をつけたいところです。外のお空に色を入れてます。次に桃色ですね。
先生のエプロンに色を塗ってます。一つ忘れたことがあって、先生のエプロンに絵を描きたかったんですけど忘れてしまいました。続いて女の子のお洋服にも塗ってますね。続いて、だいだいですね。男の子のお洋服に色をつけてます。お外の地面の部分ですね、をだいだいで塗ってます。本も抜かりなく。貼られてる絵にもオレンジで色をつけてますね。続いては緑ですね。男の子のズボンに緑で塗ったら、先生のお洋服にも緑で塗っていきます。外にフェンスを書いていきます。金網ですね。本棚がだいぶカラフルになってきました。あ、水色を戻しましたね。先生が持ってる紙芝居塗ってますね。
赤に変わりましたね。あ、女の子にもリボンつけてますね。続いて青ですね。赤に戻って細かいところに色を塗ってますね。車ですね。紫色ですね。男の子のズボンを縫ってます。で、茶色ですね。髪に茶色で塗ってます。人物は全員茶色で塗りました。ただ少し濃さを変えたりといった塗り方はしました。と、ここで40分ですね。目標としてはここで終わりたかったんですけれども、終われませんでした。あと5分ですね。すみません、画面が揺れてます。これで人物は完成ですかね。カーテン塗り忘れましたね。
茶色でまた塗っていきます。こちらも床と同様、消失点を意識しつつ塗っていくと、しまった絵になるのではないかと思います。木目とかもあるので、どちらを意識するかはその時によって変わってくるのかなと思います。あと2分切りましたね。さあ、残り1分です。黒ですね。車のタイヤを描いてますね。実はこれもタイヤです。残り30秒ですね。絵を描くのを忘れていました。10秒ですね。紙芝居に色を塗って、はい、では終了ですね。なんとか終わったんではないでしょうか。はい、ではなんとか無事に終えることができました。書き終わった率直な感想ですが、やっぱり大変ですね。はい、なので対策非常に重要ですね。それから完成した絵を見ると、やはり12色よりももっとたくさん色があった方が綺麗だろうなっていう印象ですね。確かに試験の時も12色使ってたのは私くらいでした。周り見てもほとんど、そうですね、24色はあったと思います。36色用意されてる方もいましたから、使いこなせるのであれば用意した方が良いかと思います。もちろん使いこなせるように練習した方が良いのかと思います。あと思うところ、細かいところいろいろあるんですけれど、一つ、そうですね、人物をもうちょっと大きく描いた方が良かったかなと思います。背景を描き込む必要が少なくなりますし、絵のバランスが取りやすいのではないかと思います。皆様もぜひ、この絵を採点、添削してみてください。改善点、評価点、まとめることで、皆様ご自身の課題の足しになるかもしれません。では、最後になりますが、改めまして、いかがでしたか？
絵や解説、試験その他について何でもいいので、ご質問やご要望、ご意見等ありましたらお気軽にお問い合わせください。この動画が皆様の保育士試験のお役に立てたらとてもとても嬉しいです。もしご参考になりましたら高評価ぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。